私は、えー、アメリカのスミス大学を卒業しました。えー、スミス大学は、えー、アメリカで、えー、女子大なんですけれども、女子大で、えー、と私が経験したこと、日本と異なった文化とかあ、日本ではなかなかないような考えとかを触れる機会がありました。で、私は一番重要だなって思ったのは、その日本の女性があんまり自分に自信がなかったりとか、 なんか自分のやりたいことっていうのが遮られてしまうっていうのがすごく重要な問題だなってアメリカに行って感じました。アメリカではみんなすごい自分に自信を持ってて自分のやりたいことっていうのをひたすら突き進んでるっていう環境だったので私はもっと日本の女性がそういう自分らしい自分であるのを応援したいなって思って私は大学の時に女子高校生を応援する、えー、リーダーシッププログラムを立ち上げました。 私は今はそのファウンダーとして、えー、レディーという活動をしています。レディーの目標としては、自分らしい自分を好きになるっていうのが主なミッションです。私はみんなが自分らしい自分っていうのを探してほしいし、それを大好きになって、自分っていうものをいろんな人に発信して広げていって、自分の人生を進んでほしいなと思います。